私たちは愛という名のもと親しみを込めてブラザーと呼び合っています。ゴーブラザー、白瀬ゴールドです。いつもご視聴ありがとうございます。今日ライオンステージ、レイドですね。オペレーションダークアワーズのレイドの第4ステージのご説明なんですけど、あのギミックとか全体の流れを全部説明すると本当膨大な時間になってしまうんで、ある程度ギミック理解していて、まあ段取りとかで詰まってる人向けですね。ある程度も分かってるんだけど、どうやったら倒しやすくなるのかとか、まあコツとかを教えるような、お伝えするような動画になります。なんでギミック理解に関してある程度できてる方々で、まあ決めきれないかなとか、逆にもっとやりやすい方法あるんじゃないかなって思ってる方向けのやり方ですね。はい、ちょっとあのいろんなところで僕プレイさせていただいて、あのまあ手順とかが逆だったり、あのまあなんつうんだろう、もう基本的に役割が決められてなかったりとかで積んでらっしゃる方が多くて、まあ、それに対して、まあ、手順とか段取りポジショニングとかの、まあ、分かるような動画をちょっとお伝えしてできればなって感じ。まずはこうまあモブとかちょっと解けますね。ここにいるプレイヤー、このマップ見ればなんとは分かると思うんですけど、ここ入り口ですね。でこれがプレイヤーたちで、1番から2番3番のポジショニングで、この黄色いのがミサイルの位置ですね、うん、でなんとなくモブの空いてきそうなところの書いてあります。はい、で基本的には2マンズ、1番のチーム、ね、2番のチーム、3番のチーム、4番のチームって、一応これだけは一応決めといてください。これはあのボスが出てきたタイミングね、こうバーンってでかいタンクが出てきた時に、ここスイッチを押そうとするやついるじゃないですか、こうやってバーンってね、これがスイッチを押しに来た時に、基本的に3番の人は3番の2人、4番あの1番2番って感じにやります。で彼ら4人あの2マンセル組んでるんですけど、基本的にはまあ座る人、このパーセントを 100% にしてレーザーバックをこうねパカッて開けるようなためにやる 100% の号令かけて入る人は基本的には固定にした方がいいです。なぜならあのドローン処理する人とこのバンって上がった時にこの削りをする人、本体の削りをする人っていうのは基本的にはね分けた方がいい。なぜなら遊撃の方が火力高めにしたいからですね。でまあそこら辺の簡単説明する前にこのフォーメーションの、 あの肝ですね。まずチーム分けするときにあの遊撃と座りで分けます。座る人はこの雑魚処理をしながらタンク倒した後にこう号令かけて座りに入るじゃないですか。この役目ですね、この役目、これをまず固定で決めてください。この2人のうちのどちらか、大体ね。これの役目としては基本的にはレーザーバックの 100% になった後に出てくるドローン処理をする人です。基本的には考えておいてもらってください。基本的にはですよ、うん、でそれ以外の人はあのちょっと火力の高めの人を選びましょう。でこのチーム分けの基準としては最低限の火力として、はい、こうビューってタンク出てきます。2人で最低限余裕持って2人で溶かせるだけの火力、2人で各フォーメーションにこのボスのタンクをまあボスじゃないんですけどタンクを2人でちゃんと削り切る、もう余裕持って削り切れるようなフォーメーションですね、各ポジション。これが最低限の火力。欲を言えば遊撃の人1人で、火力の高めの遊撃の人1人で1対1で倒せるぐらいの火力があれば非常にいいです。それぐらいの火力があるあの遊撃の方が結構いいですね。でこっちは落ちない
ちょっとタンク寄りのハイブリッドなビルドの方がいいです。で、これでフォーメーション組みます。まずは1番の遊撃の方の基本的なポジショニングは4番にも援護いけるし、1番にも基本的にいける、まあスーパーサブですね。ポジションは1-4のポジションで、2番の遊撃の方は1番の援護もいけるし、まあ、基本的には2番のモブ処理をする遊撃で、3番の遊撃の方はこっち2番にも援護いけるし、まあ、3番の基本的なモブ処理をする係で、次4番の遊撃の方はここら辺ですね。こっちにもいけるし、こっちにもいける。で、この雑魚処理をしっかりしていくっていう役目ですね。何かあったらこう階段の上にやって。で、基本的には2マンスリーなんで4番の補助に入る。1番の補助に入るっていう役目になります。で、最低限の火力の説明もしましたね。で、動きなんですけど、まあ、簡単なギミックの説明も完全に省いちゃいますね。まず 100% になりました。で、レイザーバックの穴開けをします。穴開けに関しては、例えばアサルターだったら、サバイバリストで一発穴開けてからグレを投げます。この役目は手前の方はもう手前の4人でやってください。1番4番ね。奥の方ももう彼奥の4人でやってください。これ穴開けはもうこう4人4人でやります。各自ね、サバイバリスト使うもよし、手こわしするもよし、それは火力によって決めてください。できればサバイバリストで回した方がいいですけどね。で、その後ですね、その後手順なんですけど、裏から目玉敵の HP を壊すのか、裏から壊すのか、手前から壊すかなんですけど、これできればこの横羽の出てる手前側から壊してください。なぜなら手前側の方が壊すのって大変なんですよ。手前側って例えばね、壊す時にここの座りの人って壊せないんですよ。まあ立ち上がってからこういうふうに移動してきてって、こう手こわしにこう参加することはできるんですけど、基本的な作業が多いんです。で、ドローンとかも結構ね、手前側の方に多く湧いてくるんで結構忙しいんですよね。だから手前側の方にできれば先に処理したい。なぜなら前半戦ってこの出てくるタンクが1体なんですよ。だけど後半戦に手前側取っとくと、結構厳しい作業が後輩に残ってしまうと、タンクが2体出てくるんですね、後半戦って。だから前半戦に手前側を壊す。で、後ろの方が楽な理由は、後ろってこの座ってる人も座ってる方もね、そのまま壊しに参加できるんですよ、このポジションのままでね。だから楽なんです、後ろ壊すのって。後ろの方が楽なんですよ。ドローンの脇も甘いし、ちょっと懸念することがあればこっちの後ろに出てくるモブ処理がちょっと大変なぐらい、はい、なので手前側から前半戦は壊しましょうっていうのが一応内容ですね、はい、で、壊すタイミングで手前壊すときに、まあ、火力2人とかだと結構3ターンギリギリになっちゃう可能性あるんで、出てきたドローンを処理します、立ち上がります、1ターン目のドローンをバタって倒すじゃないですか。3、4体出てくるやつをこの左右の2人で、そしたらちょっとこっちの削りの方に回りましょう。そしてここら辺を削る。で、その次の段階でまたドローンが2ウェーブ目出てくる、ブーンって。そしたらこっちの削りの人も意識では、僕は削りなんだから、モブ処理の人がモブやっといて、俺はもう削るんだみたいな意識だと全滅します。なのでブワーンって出てきたタイミングで1体でも2体でも手伝ってやった方がいいですね。なぜならアンストッパブルとか使ってる削りの方とかいると思うんで、ドローンを吸った方がいいんですよ。だから2ウェーブ目でこう降りてきた段階でこの削り班の人とかはちゃんとドローン処理1体2体は参加してから削り入った方が後々安定しますね。で、もちろんこのモブ削りの人は2ウェーブ目が降りてきたらちゃんとドローン処理をしてから削りにちょっと参加するみたいな感じです。
もうドローン優先してください。じゃないと後々崩れてきますね。で、手前側の火力が基本的には足りない場合、後ろの遊撃の人をドローン処理した後にこう一体こっちのドローン処理の方にお手伝いに入って、手前5人体制とかで手こわ、この壊して目玉やるときはやった方がいいですね。後ろ4人だと正直人数多いんで、レーザーバックこう立ち上がった段階になったら、後ろにいた4人のうちの1人の遊撃はこっちの方に来て、こっちの人たちが気持ちを削れるようにドローン処理のお手伝いした方が安定します。でその後迫撃砲が降ってくるんで、もう余裕持って逃げるようにしましょう。これギミック理解とかは別の動画ですからね。今回はあくまで段取りの話で、ここで一つなんですけど、迫撃砲が上から2発降ってくるんですね、レーザーバックの削りをした後って。それは横っ飛びのローリングで、地面が赤くなった瞬間にローリングで避けるようにしてください。あるいは最高速度で走ってる状態を続けていればそれは避けれます。この2パターンになりますね。なのである程度も削りのノルマ決めちゃいましょう。例えば上がります、左右の羽、この羽を2ターンで片方壊して片方ミリまで残しますっていうノルマを決めます。そのノルマを達成したらもうあとは逃げちゃう、ね、逃げるかモブ狩りをしてその整えちゃう。この意識だけでだいぶ違う。例えば火力が足りない部隊なんだったら、4ターンでこっちのボスの HP の方を削るんだっていう設定にしましょう。そしたら3ターンでこの羽を1個壊して、残りの羽をミリまでにしとけば余裕を持ってできるんじゃないかなっていう判断を組んだパーティーでリーダーが決めちゃって、削りのリーダーがね。そしたらノルマさえ決めてやっちまえばあとは余裕を持ってできるんで。でただ HP 削りの時ってHP 削る時間っていうのは固定なんですけど、ここ削る時間かかりすぎて目玉入っちゃうと次ボス出てくる時間がかかっちゃうんで、そこだけ気をつけてくださいね。そうなるのを防ぐために、後ろの遊撃1人を HP 削りの時はしっかりこっちの方に連れてきて、5人体制であっという間にねドローン処理もして目玉も壊して、で4分の1のレーザーバックの HP を削るような意識でやられた方がいいですね。でそれを繰り返しやります。3ターン設定でやんだったら3ターン設定、4ターン設定で4ターン設定をこれ繰り返しますね。で目玉壊した後にボスが出てきます。そしたらボスを倒します。でモブ狩りをしながら次のターン待ちます。でまたボス出てきたらそれを倒します。はい、じゃあ入ります。入りました。でレーザーバックの穴開けました、立ち上がりました、削りました。で後半戦に突入しますね。それを繰り返して、で後半戦に突入したら次は後ろになるわけですね。今までやった作業が逆になるわけです。でこの時に後半戦になる時に一応時短テクニックですね、サバイバリストの矢とかも尽きてきたり集中力も切れちまうんで、できれば後ろの方の目玉ってこう2つついてますよね。後ろこんな感じ2つついていて、で上に目玉が開くっていう設定なんですけど、手前側の2ゲージ分を削る間に後ろのこの両サイドのやつを片方潰しておいて、片方ミリまで減らしておいてもらいたいんです。そうすると次 100% になってレーザーバックポンって開いた状態だと、もう片方のミリ壊して目玉いく段階になるんで1ターンで壊せるんですよ。だからまずは3ターン3ターンで前半戦終わらしたとしたら、次の1ターン目で裏はもう目玉壊せる状態なんですね。まあスーパー火力全員揃ってたら1ターンで全部削り切れちゃうんですけど、目玉もね。だそういう設定じゃないんで、一般的なチーム編成の話です。はい。したら次のターンが1ターンで終わるんで、
3ターンセットだったら3ターンやって、まあ、休憩途中に挟むかもしれないですけど3ターンやって3ターンやって1ターンでやるっていう設定で、後ろの方が HP 削りが楽なんで、あのこの両サイド削り楽なんで2ターンか3ターンで終わらすことができるんですね。そうなると3ターン3ターン1ターン2ターンあるいは3ターンの、まあ、合計9ターンか10ターンぐらいで終わるわけですね。で終わるときに今度は逆にこう座りました、立ち上がりました、で今度こっちって削りがいらなくなるんでドローン処理の2人だけ残って遊撃はモブ処理が終わってさえすればこっちのドローン処理に回る、あるいは目玉壊しに、裏の目玉壊しに当たって5人体制とかでいってください、うん、あくまでドローン処理を優先して削りをなんかサポート、後ろの方を今度は厚めにするって設定ですね。で動くのは基本的には遊撃の人ですね。1番と4番の遊撃が後ろに、後ろのサポートをする。もうここは基本的にはね、座りの人はもうやることは一緒、ドローン処理を最優先、ドローン処理と生き残ることと、まあこっちにいるモブを牽制するとかそういう役目ですね。だから落ちないようにしてください、必ずちょっと短期にして。で最後、まあ後ろも壊しましたってなったら、レーザーバックが壊れましたってなって、最後ねこうこのミサイル、周りにあるミサイルのところが、まあ、1番2番3番4番になってるミサイルのところにもうみんなでさっきのバディ組んだチームでもうバババ、はい後ろ壊したぜってなったら、はーいって言ってこっちミサイルの後ろにもう全員で逃げてください。これもう配置はもう決まってますよね。はい、したらランダムで1番側なのか2番側なのか3番側4番なのか、もうランダムでパネルが光るんですよ、ミサイルのパネル。いつもなんかタンクのやつがバンって画面押すやつ、はい、でそれが光った順に壊していきます。でさっき僕がバランスよくあの2人でボスタンクを余裕持って倒せる編成に各自してくれって言ったのは、この最後の削りがあるから、ある程度みんなの DPS 合わせとかないと後々どっかが薄くなる可能性あるんで、そこだけはバランスよく振り分けてみてください。火力ちょっと高めで、そしたら1番光りました、壊しました、次光ります、壊しますっていう順番にやってって、で4つともちゃんと壊しきったらゲームクリアですね、うん、なので注意点としてはまずはこの削りを優先するよりも出てきたドローン処理を優先するっていうのがポイント一つですね。で二つ目は DPS のチェックですね、火力のチェックをちゃんとすること、あとあとボス処理の方で余裕がなくなってきて一人でしか対応できない時のためにちゃんとね、周りのやつの援護がありきの設定じゃなくて二人だけで処理できる前提の編成にするっていうのが大事ですね。であとはレーザーバックの壊すタイミング、壊す順序、必ず手前の方からやった方が後々楽です。手前から やるもう難しいのはボスタンクが1体しか出てこない前半戦にやった方がいいっていう話ですね。これ後半奥側の方を先にやっちゃってるパーティーと結構多かったんで、それだとクリアはかなり難しいですね、相当上手い人たちがないと、はい、一応これが全体的な流れになるんですけど、ギミック理解に関しては最低限してる方向けの動画になりますんで、やったことない人がこの動画見てもちょっとわからないかもしれないですけど、一応こういう風な配置ポジションで悪魔クランの方はやらせてもらってます。だからしっかり一人一人役割を決めてやるっていうのが非常に大事な面になりますんで、まあスーパー火力プレイヤー8人で全員でやるんだっていうパーティー、スーパーマンのパーティー以外であればちゃんとギミック理解して最低限の火力を各自にこうしっかり把握してやるべきです。そうすればいいと思います。タンクが出てくる面なんです、だからそれを各自の部隊で処理できるっていうのをちゃんとギミック理解してればそういう編成になってくるはずなんです。
なので座る人を毎回はい変えます。じゃあ次俺座る、はい、ちょっと座る逆ですみたいな風にやってると、あの途中で絶対に混乱してきちゃうんで、ちゃんと役割を決めてやりましょう。でサバイバリストを打つ人ね、あのこっち座ってる人でも横から打てたりするんで、ちゃんと決めて、で後ろと手前にサバイバリストの矢を、まあ、手こ足でやらない設定なんだったらちゃんと2人ずつ分けてやるとか、サバイバリスト少なくて困るんだったら3対3対2、ね、デモリッショニストの、あの役割を少なくしてサバイバリスト増やすとか、そこらの編成とかもあのキャプテンがある程度決めるようにしてやってください。でさっきの DPS チェック、タンクの DPS チェックするときって最初になんか練習であのタンク出てきた、じゃあ1番の人だけで処理してください、援護なしですってやって DPS チェックするとあのいいかもしれないですね。はい、じゃあちょっとね、20分ですごい長い解説になってしまったんですけど、まあ時間ある時とかにこうやって聞いていただければいいかなっていう感覚になります。はい、よかったら、うちのやり方、まあステージ4ちょっと詰まってるなって方いたら少しでも楽に倒せるようになりますんで、ちょっと参考にしてみていただければなということになります。わかんないことあったらコメント欄で書いてください。ちょっと説明しきれなかった部分とかありますん で最後に、あの遊撃隊の方が基本的にはこう泳いで雑魚処理をするっていうのは前提なんですけど、まあ、基本的にはみんなでカバーし合うっていうのが結構高難易度のクエストの時あの重要になってきます。はい、じゃあ以上こんな形になります。皆さんレイドねクリアしてない方いたらぜひぜひ皆さんクリアできるように頑張ってみてください。ではまたお会いしましょう。バイ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 。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後にベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。